当館学芸ビジョンの中野と申します。本日はまだコロナも収まらない中で、皆様には事前申し込みとか、人数制限とか本当にいろいろご手数をおかけして、申し訳ありません。ただまあこれも感染対策の、一つということでご理解ご協力いただいて本当にありがとうございます。おかげさまで今日、こうやって講演会を無事開けましたことも皆様のご協力のおかげでございます。本当にありがとうございます。でつきましては、今日、講演会、伊藤先生の講演会を迎えるにあたって、一言ご挨拶と先生のご紹介を、させていただきます。正直申しまして、この夏になるといろんなところで博物館で戦争に関する、展示と企画展ありますが、正直言って戦争の企画展は難しいです。平和を求める気持ちは皆様も一緒だと思うんですけど、結果として何が悪かったとか誰がいいとか誰が悪いとかは正直言ってなかなか決められるもんでもないし言えることではないと。ですので今回歴史館としてこの戦争に関する展示をするにあたっては、とにかく丹念な調査と研究をして、展示を見ていただいて皆様にお考えいただこうと、そういうふうなことを、心がけました。ですので今回今司会をやっている所担当が、学校の先生ということもあるので、学校の教育会等を丹念に県内すべて回って資料を調べるとか、そういったことで展示してございます。で今回の伊藤先生の講演会も皆様にそれを考えていただくための一つとして、企画いたしました。で伊藤先生のご紹介ですが、伊藤先生長野県のお生まれで、高遠のご出身です。で、筑波大学で現在教授として、学生もそうですし研究に、携わっておられます。で県内でも例えば佐久の大日向であるとか臼田であるとか、そういうところに学生さん生徒さん学生さんと一緒に長期間滞在して研究されるとか、あるいは県内の高校の出前講義みたいなことも何遍もやられてますし、あと、今回の主担当も聞いたわけですけど、県内の社会科の先生の研究会等でもお話をされています。日本近現代史のご専門の、本当に第一人者でございます。で今回この、戦争の理由のことについても、伊藤先生がまず、ということでお願いいたしました。で引き受けていただいてこういう機会も設けられました。本当にありがとうございます。でつきましてはこれからのお話いただきますが、本当に申し訳ありません。さっき、司会の方から言いましたけど、コロナのことが一番真っ先に出てくるので安心安全考えて質問の時間であるとかそういったことは取れませんが、ぜひ聞いていただいてそれぞれ考えていただければと思います。本当にご協力いただいて今日講演会できることをお礼申し上げます。では、ごゆっくり ご聴講いただければと思います。ありがとうございました。それではこれより3時まで、伊藤先生よりご講演をいただきます。先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました筑波大学の伊藤淳郎と申します。こういう時世の中首都圏からやってまいりまして、むしろ皆様方に余計なご迷惑じゃないかと思うんですけども、私なりに感染体制を取ってきたのでよろしくお付き合いいただきたいと思います。今日は青少年義勇軍になる桑野戦士の素顔ということで、義勇軍研究においてですね、私自身こんなことが欠けてるんじゃないかとか、こんなことがこれから必要ではないかというようなことをですね、いくつかご紹介させていただこうと思っています。義勇軍の創出において大事なのは、従来どちらかと言われた男教員ではなくて女性教員、女教員会の世界だというふうになるんですね。ここで言われているのは新良妻憲法、新しい良妻憲法。じゃあ新良妻憲法とは何かというと、まさしく同妻憲法。同というのは働く、働く妻、憲は健康な母、新良妻憲法は同妻憲法教育、これが実は女教員会を中心に本格的に始まった。
ですが、このことについては、品部教育会だけではなくて、各県の教育会によりも、あまりきちっと抑えられていない。ですから、ぜひ、義勇軍の花嫁にとってですね、大事な義勇軍の配偶者の要請にとって、女性教員たちが、各県の教育会では当然、女教員会です。品部教育会も、全国の小学校女教員会たちに、毎年3名から4名の代表者を送っております。ですから、当然、帰ってきてから、どういった形で県内の女教員たちの活動があったのか、それが義勇軍の創設にどういう形で直結したのか、そういったこともですね、押さえておく必要があると思います。そしてその時にやっぱ大事なことは、今までこの義勇軍の配偶者はやがて義勇軍と結婚して、そこで子供を産んで、文字通り新しい大陸の母になります。義勇軍の大陸の花嫁は向こうへ行って新しい大陸の母になる。その新しい大陸の母は、従来の開拓断民の花嫁とどこが違うかというと、片方は嫁旬取りとか、いわばそういう中においての家族を形成しますが、義勇軍の場合は、旦那と自分と子供という新しい新核家族、新家庭、つまりそういった嫁旬取りの圧力とか、そういったもの、呪縛から解き放せて、新しい義勇軍と家庭を築く、そういった新家庭、新しい方、家庭の在り方に憧れて渡っていた女性たちもいたわけです。それと家族関係の中において義勇軍の家族ってまた特異な存在だったわけでありますが、そういった中において教育会がどういったいわばに形で関与したかということもですね、押さえる必要があるんじゃないかという気がしております。ちょっと最後駆け足になっちゃいまして、特にお話したい特に女性の今まで哲学していた女性の部分が抜けたわけですが、最後ちょっとまとめとしましてですね、これからの義勇軍研究というのはやはり今までのある種なんか僕らステレオタイプ化された枠組みではなくて、もう少しその総合的に捉える必要があるというような気がする。その総合的というのはいろんな意味があって、一つはですね、例えば地域的に長野だけじゃなくて、さっきで広島とかいろんな教育圏とか、そういった地域的な広がりを持ったいわば研究、また時間的な枠組み、つまり送り出した1938年、39年、40年ではなくて、終戦1945年、そして今日至る前の、そういった時間的な幅を持った枠組みで見る。さらにさっきで男中心だけで、男とか女性とか子供とか家庭とか、そういった新しい研究者、そういったもの、さらにはですね、どうしても義勇研究の中に今まで弱かったし、私自身も今回全然触れておりませんが、現地でどんなことをしたか、つまりアジア的な視点、つまり義勇軍の持つ満州におけるいわば存在的な意義、そういったいろんな角度からですね、いわば抑える。さらには私大日向でやってみて分かりますが、大日向でも義勇軍創出が非常に多いんですね。それは大日向の義勇軍は訓練を終えたら大日向文村に行けるわけです。そういう点では文村文王移民と義勇軍の開拓団の関係、これなんかも抑える。そういった意味のこれから一つは総合的な研究がやはり非常に裾野を広げる。今でも下絵のはじめ上井さんのいろんな先生方が研究されているんですが、これはやっぱ全県的な形ですね、やっぱり広がっていく必要があると思います。そのもう一つは、私は先ほど信州社権の講師をやっておりますけれども、こういった義勇軍満州移民の歴史体験記憶というものをですね、記録に残しだけじゃなくて、これを次の若い世代に、ね、継承する、やっぱ伝える、これがやっぱ非常に大事だと思うんですね。信州社権で社会科の先生方と話してても、長野県から満州を送ったっていうのは分かって、いっぱい行ったっていうのは分かってるけども、義勇軍とか一般開拓団の区別もよく分かってないし、文村文王移民もよく分かってないし、ああそんなことがあったんですか、なんですね。松本とか下井田とか上井田とかいくつかの積極的にやってる地域もあれば、全くされてない地域、そういう点ではやっぱ全県的に若い世代にですね、この義勇軍のいわば歴史、まあ人によってはまだ歴史になってないというんですね、まだずっと引きずってる、なかなか歴史化は難しいわけですが、そういった歴史をですね、記録とだけでなくて、記憶の継承というかで、しかも若い世代にですね、ずっとこれを伝えていく、そういった点においてですね、長野県全体考えなきゃいけない問題があるんじゃないかという気がしております。ちょっとお約束した時間を延びてしまいましたし、だいぶちょっと舌足らずなところがありましたが、また何かの機会にですね、特に女性の問題についてはいつでお話しさせていただきたいと思っていますが、これで見てですね、ちょっと中途半端ですが、話を閉じさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。長野県がこれだけこの回答
に人を送ったかっていうその理由を一つと、いやそれはね難しいですか。難しいっていうのはいっぱい要素があるから、要するに満州の前にあのあれ南米あるから、じゃあそのじゃあ満州へ送った時に、まあ、結論として、うん、女性のその教育っていうようなことを、まあ、最後に言われると思うんですけども、うんはい、まあ、国としては満州でどのようなこう、国を作ろうと思ってたのかっていうところはどうですかね。国というか開拓団を送り込んでいったわけだと思うんですけど、そこで何か目指したものがあったからこそ、まあ、女性が必要だっていうことになったんでしょうかね。いや開拓団っていうか家族を形成するわけだから、女性がいなきゃ家族にならないじゃないですか。要するに一代で途絶えちゃうわけだから。つまり開拓団ってもう初めからもうなんか女性の存在が必要であって、今従来義勇軍は年が若いっていうだけで、はいはい、あのいずれ義勇軍だって女性が必要で開拓団になるから、はい、その辺のところが義勇軍の研究が抜けてたっていう、そういう意味であって開拓団の研究において女性の存在っていうのも必然的にあった。だからそういう点ではやっぱ男女のね、あの男性なくて女性の満州移民が果たしたそのいろんな機能とか何かやるべきだと思いますけど、ね、その辺が失敗したわけではないです。失敗した理由でもあるんでしょうかね。いやそれはもう失敗とかなればね、それはあの満州移民時代がそもそも根源的によそ様の土地に入っていくわけだから、うん、もう失敗の根源はそこにあるわけで、しかもその様子が大層戦時的なね、一般の農民に軍事的な側面を語らせ、あの担わせたって、特に義勇軍なんかは大層戦略上の関東軍の補完勢力としての位置づけがあったから、それは土台無理だ。だから桑の戦士なんですよ。クワじゃなくて戦士がメインで行ったから。あ、うん、なるほど、はい、まあ、行かれた方は結構上級のこう、まあ、あの勉強ができる方とか家の中では結構学校の中では上級の方が行かれたというようなことなんですけども、うん、向こうで訓練できる人は結局は農業関係と、陸軍用伝っていうんですか、うん、いやあのね、要するにあの、はい、それはあの要するにあの当時のこちらから内地から送り出す先生方が、あの義勇軍というのは日本の陸軍の幼年学校とか、はい、要するに例えば長野県でもいろんな農学校がありますが、うん、それと同じような学校みたいなのが義勇軍だという形で、そういう形でその学歴の上昇的なものに対してのこうある種上があるから、うん、求めがあるから、それをつるというか、そのためのこうなんていうか歌い文句、実際にはだって開拓団だけどね。そうですよね、うん、あそういったものをこうみんなに見せてこういうことができるよっていうことを前面に出して、まあ、悪い言葉で言えばちょっといやそこはね、そこはだから難しい。教員のね、なんていうか役割をねどう捉えるかですよね。やっぱあの何でもそうですけど、募集して勧誘している以上はやっぱいろんな形 の, そ, のそれにこう見合ったこう宣伝文句とか指導方法があるわけで、それはことさら義勇軍だけのものじゃなくて陸外軍の少年兵飛行兵、今日話したけども募集するだって同じようなこと言ってるわけですから、だから義勇ことさら義勇軍だけの問題じゃなくて、ただその満州行ってある種なんかないしてはこう、実現できないのでいろんなこう欲求不満、欲求不満とか知的欲求のこう叶えられるよっていうような形の水を向けたの先生方が向けてたというのは事実ですね。今日あ、そうですか。お時間ありますからね。最後お名前だけちょっと。あと伊藤純郎と申します。あ、肩書き。あ、筑波大学教授の伊藤純郎です。ありがとうございました。はい、本当にあのちょっとだけちょっとです。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今日は長野県立歴史館に来ておりますが、ここは長野県の千曲市の中にある、一角に、歴史館があります。すいません、自己紹介お願いします。はい、長野県立歴史館学芸部文献資料課大森と申します。大森さん、こんにちは。はい、こんにちは。青少年義勇軍といった難しい問題についてこう扱ったイベントがありました。はい、そのことについてちょっとお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。はい、あの当館では今ですね、企画展で青少年義勇軍が見た満州という企画展をやっておりまして、今回はその関連講座といたしまして、筑波大学の伊藤純郎先生を、お迎えいたしましてですね、青少年義勇軍になる、桑の戦士の素顔ということで講演をいただきました。はい、なんかタイトルがすごく難しそうなんですけども、
一言で言ってどんな内容だったんでしょうか。そうですね、なかなか一言ではね、こう表しきれない内容ということではあるんですけれども、はい、実はあの長野県というのはですね、満蒙開拓が約3万数千人行っておりまして、はい、その中でもですね、青少年義勇が約7千人、いるんですね、うん、でその中でですね、青少年義勇が、まあ、いろんな、ね、要素があって、満州の方に渡っているんですが、青少年義勇が自分でこう決定した部分っていうのも、あるんじゃないかっていうような話の中で、伊藤先生からいろんな視点からねお話を伺いました、はい、いろんなこう夢を描いて満州の方にこう渡った、その判断を自分自身の力でやったっていう、そういう内容だったんですよ。そうですね、まあ、いろんな経済的な理由があったりだとか、あの先生に勧められたりだとか、そのポスターであったりとかね、映画が、開かれたりだとか、まあ、いろんな理由があるんですけれども、その中でまあ自分で決めてあった部分も大きかったのではないかなと、そんなような話もありましたね。映画もあったんですね。そうですね、映画もありましたしね、現地の方がわざわざね、こう説明に、はい、一回行った義勇軍が戻ってきて説明をするっていうようなね、うん、そんなこともあったみたいですね。なるほど。そうなってくるとやっぱりその、うん、クラスで勉強ができたりとか、うん、いう人とかクラスのなんか、なんか、役をやってる人とかね、そういう人たちがこう、うん、率先していったっていうふうにお聞きしたんです。ああそうですね、クラスの中でまあ勉強できなかった人もいれば、できた人もいたっていうようなことで、まあ、そうですね、当時、まあ、あの少年兵って言いますかね、そういった方に、ね、応募する方もおられましたし、うん、まあ、いろんな、ね、あのこう選択先があったということではないかなというふうにして思います、はい。まあ、その頃の時代ですからね、はい、今からこう思い浮かべてもなかなかその結論というのは分からないと思うんですけども。あ、そうですね、だから一番はその時代どんな時代だったかっていうところに、まあ、思いを馳せていただくっていった部分、そこを想像するっていうのがね、やっぱり今の時代の人は一番難しいんじゃないかなと思うんですね。だから今当館の企画展ではいろんなね、県内各地の教育会の資料であったりとか、市町村の役場の資料であったりとか、うん、それからね、茨城県の、内原ってところに義勇軍の内地の訓練所があったんですが、そこの資料であったりとか、それから引き上げの舞鶴の資料も借りてきてありますので、その資料を見ながら当時の、人々の思いっていうものを考えていただければなと思っております。先ほど一覧表ありましたけど、ものすごい数ですよね。そうですね、あの義勇軍はあの長野県がまあ一番ということになってますからね、そういう番付表なんていうのも作ったんですね、はい、作品展は何、あ、企画展の方ですかね、はい、企画展の方はですね、8月の22日の日曜日までやっております、はい、大変ね、今好評いただいてたくさんの方にご来館いただいておりますので、またぜひお越しいただければというふうにして思います。まあ、今日みたいに難しい問題もそうなんですけども、他にも何か、家族でこう、体験できるようなイベントもあるとお聞きしたんですけど。そうです、実はあるんです、はい、それがですね、それがですね、7月の24日の土曜日に24日、親子で知ろう考えよう、はい、夏休み平和学習会というのがありますね、はい、そこでは第1部の方は青少年義勇軍が満州って義勇軍が見た満州ということで、私の方で少し話をさせていただいて、第2部については元ゼロ戦パイロット原田要さんが学んだ戦争と平和への思いというようなことで、宮尾哲夫さんという、ね、映画監督の方をお招きしてご講演いただきますので、これは親子で考えていただける内容になっております。若い人でも、それから親子でなくても参加できますので、ぜひ興味のある方参加してほしいなと思っております。はい、あともう一つは8月1日にも、当館の方で なんと、歴史館で夏休みというイベントをやりまして、楽しいイベントたくさんある中で、はい、この企画展に関連して、アニメの、青い記憶という、青少年義勇軍に関連した、映画もですね、上映するようになっております。あの先ほどの平和学習会と映画会ともに、あの事前申し込み制ということになっておりまして、定員80名となっておりますので、またお申し込みの方をお急ぎいただければと思います。もし興味があった場合はどうすればよろしいでしょうかね。そうですね、当館の、ね、総合情報課というところがありまして、026-274-3991 番まで、お問い合わせいただいて、ただ電話でのお申し込みができなくなっておりますので、はい、ファックスやホームページ等で、ね、あの申し込みいただければというふうにして思います。
もう梅雨も明けまして、夏、暑い夏が来ております。そうですね。ぜひ、メキシカンとしても頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ご来館お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。